おい、いつまでネタフリしてやがるふん。<laughs> 貴様がウォルテカムイか。信じられぬ、強い、最強のごとく。芸術的暴力性、野生と技巧の両立、怪物。わらわはなぜ生きておるあ,あ切ってすぐつなげりゃ、首くらいつながるに決まってんだろ。それに。 生きれると思ってんじゃねえぞ、ボケ。見ろあの野郎の毒の印だ。死神たちがてめえに接近、あるいはてめえが王都から離れた瞬間に発動して死に至るらしいぜ。てめえは死ぬ。ちょっとばかし寿命が延びただけだ。あの野郎、てめえで血族に誘っておいて、そのせいで相方が死んだら、カだ殺せとわめき散らす。こっかっけすぎて笑えるぜ。 貴様、あの時すでに来ておったのかどうしても気になってな一瞬だけ様子見てすぐ戻るつもりだったが見っちまった雑魚にしちゃいい見せ物だった <laughs> っ <laughs> やっかいな傷だぜすでに何度も丸ごと作り直してんだがな 俺様の存在そのものを砕きに来てやがる執念深い野郎だぜてめえの寿命をとりあえず伸ばしてやった理由はそれだ本気のあいつと戦いたい怒らせることで限界以上の力を引き出せると思ったんだが失敗だったなタラテクトラの自爆を止めた時の方が強かったてめえの支えがねえと現状やつは本気を出せねえらしい よかったな <laughs> じゃがあやつがここに現れた時わらわは死ぬああそうだだから剣を作れ <laughs> 死神のために俺様のために爪と打ち合える剣を作れ急げよリミットはやつが王都に来るまでだ